だって合宿初めてだし、なんか子供。へえ、なんかうちのセッターとは違うな。うちのはもっとガーって感じのやつ。おー、テレビで見たやつ。落ちました、白鳥座。引退した鵜飼監督が戻ってくるって聞いたから。けど別にどの学校に入ったって、戦う相手は同じ高校生、勝てない理由なんてない。違いますよ、学校もつけてません。実際に今日4強に勝ったじゃないですか。ああ、うん、小さいのと田中さん、どっち先に抑えましょうか。黙ってこのトスを打て、庶民と言われてるみたいで腹立つ。ああ、こっちにもやり方があるから、トスは一定にしてほしい。カラスのバレー部の山口と言います。あの、ジャンプフローターサーブ教えてもらえませんか。これから先も1年で俺だけ試合に出られないのは嫌だから。この奥羽山脈の源泉のように記憶澄んだ爽やかな空気がわからないとは、なんてかわいそう。野谷さん、ナイスレシーブ、キレッキレじゃねえか。技名以外で。いや、野谷さん、こいつは大体いつもこんな顔だ。正面、いや、わかる。おい、深刻な顔してらしくねえな。気抜いたら持ってかれる。気張るぜ。いや、しょうがないこともあんだろう。今のトスは難しかったし、3枚ブロックだったし。あの、朝日さん、俺ずっとひたむきにやってきたわけじゃないです。俺たち情けない2年だけど、戻ってこれたからにはお前たちにも負けないように頑張りたいと思うよ。その時に情けない話、練習についていけないやつが何人か出まして。でもまたバレーがしたくて戻ってきた時には鵜飼監督はもういなかった。ほら、行くぞ。すみません。あ、いえ。すぐ絡まない。はい、ナイス様か。うるさい、長い。カラスのファイ。迷わず影山を選ぶべきだと思います。3年生なのにかわいそうって思われても、試合に出られるチャンスが増えるなら何でもいい。だってお前怒ると怖いんだもん。けど俺は菅にも西野屋にも合わせる顔がない。お前だって拾っても点に繋がんないなら虚しいだろ。菅、もう一本。期待してる。激励とかそういうの得意じゃないので。先生、お願いします。掃除してたら見つけたから綺麗にした。いや、八千ひとかです。1年生、1年5組であります。どうしよう、なんだろう、自己紹介されたっけ。名前なんだっけ。一度聞いた名前も覚えられないなんて。いや、すごい。西野くんのレシーブもブロックされたボールが拾えるなら怖いものなしですね。何回も言いましたよ、僕レシーブは全体的にまだまだだな。はい、落下地点の見極めが早い、迷いのない一歩目。サイン出してるわけでもなかったし、声もかけてないのに。絶対勝てない勝負はねえし、絶対勝てる勝負もねえよ。さて、今日のカラスのはどうだろうな。だがその活躍も基盤がしっかりしているからこそだ。